とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も海賊無双4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾で追加されたキャラクター使っていきましょう。今日使うキャラクターはこちら、おきく。それでは早速行ってみましょう。拙者が行きます。それでは大きくいきましょう。あ、大きくはやっぱこういう輪のところが似合うね。で、大きくだけども今回追加された、キャラクター3体ね、その中で一番強いと俺は思う。一番強い、間違いないと思う。スピードタイプでちょっとダメージが少ないかなと思いきや、そうでもないので、一番強いのがこのね、チャージ1、この居合斬りで斬撃を先に飛ばすんだけども、これがねものすごいヒット数が出る。ヒット数がボリボリボリって出るので、ゲージが溜まる、さらには敵が固まるので追撃を入れやすいんだよね。で、技も強い。このね、名残雪っていう技があるんだけど、これ、竜巻で敵をね集めるのよ。で、この間大きくがね攻撃することもできるので、ダメージをめちゃくちゃ稼げます。いや、むしろその攻撃をして、その間にまたね名残雪が溜まるっていうこともできるので、超強いです。で、さらにもう一つ強みがあって、本気バーストをした時のおきくがやばいぐらいに強い。あー、砲弾いったか、まあいいか。おきくはね、他のキャラと違って本気バーストをした時にチャージ攻撃を3回入れれるようになる。なので、この居合斬りを3発入れることができる。まあ、他の攻撃も3回入れることができるので、めちゃくちゃ強化されます。お、なんかいるな。必殺技もね強いし、通常も強くて、なんだこれはっていうようなキャラクターです。大きく本当に何なのっていうぐらい強いよ。軽く叩いただけで2000ヒットとか、おかしいでしょ本当に。いけー。今 HP がね全然減ってないから火力が出してないんだけど、これ火力出るとやばいっすよ。あ、ドリンク、輸送兵がいた。ちょっと火力出したいな。 OK、 いけー。ドレープいったね。 OK、 これ入れる。でも俺の HP が全然減ってない。あらはい、ドレーク終わり。最後の最後粘るね。確か戦国とかも出てきた気がするんだよね、ここ。戦国はどこだ。まだあっちの奥のビッグマムにはまだ行かなくて、あ、ピーカが出てきたぞ。ピーカ行きましょう。ピーカも全然大丈夫、一時的に強化されても全然大丈夫。よし、本気バーストして、HP は黄色ゲージか。まあ、黄色ゲージでもそこそこ削ることはできるでしょう。いっけー、必殺技も入れていく。さすが硬いね、この難易度になると結構固めだけども減らしていけるね。赤ゲージになると またねこれの倍ぐらいは削れるようになるけど、はい、固まった。やっぱスピードタイプの攻撃速度半端ねえな本当に。おお、
本気バーストしたところで俺もこれで終わらせる。はい、お、戦国出てきたね。戦国倒していきましょう。いやーね、どこだ、あっち側か。まずは戦国倒して、で次がビッグバンか。行くよー。戦国が結構ね強いんだよね。いけ、うん、当たってる、当たっちゃいるのか。さすがにそこまで削れない。他の雑魚敵を倒しまくってゲージをちょっと貯め、 OK、 ヒーローの力発動、今チャンス。いや、どこにいるか全然見えないけど、今相当削れる。いいね、いい削り方。おっ、これで終わらせる。よし、フィニッシュ。どこ、お、あ、あ、今なんか来てるのね、こっちに。 OK です。でそのまんま、ビッグマムの方向かいましょうか。向かおう。ゲージはすぐ溜まるから OK です。いや、最後の最後めちゃくちゃ出てきたな。まあいいや、あとはもうね、こっち倒すだけなんで。いるんでしょ、ここに。いた、めちゃくちゃいるな。むちゃくちゃおるぞ。なんだこの数バカじゃないのか。いっけ、ビッグマムもいる。あ、いるね。よし、いや全然削れる。こんだけ敵が周りに多いならばゲージも溜めやすいっていうこと。どこだ、いけ、終わり、終わったね。いやー、大きく面白いな。めちゃくちゃ強いよ、おすすめのキャラクター。はい、それでは今日はおきくを使ってみました。ダウンロードコンテンツ第3弾で出てきた3キャラ、その中で俺はね、おきくが一番強いと思う。全員強いよ、おきくも金右衛門もおでんも全部強いけども、俺のおすすめはおきく、めちゃくちゃ強いです。やってみてください。ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。